田が入りました。2回の表の阪神の攻撃です。ワンアウトランナーはありません。この回先頭掛布をレフトフライに取りました。加藤またひらりとランスク上に目を落として投球はない。1球を投げた高めボール、アンボールダッシング。星野さん、マウンドから見たこの岡田とね、はい、原という2人のこのフレッシュを比べてみてどうですか。やはりね、掛布の方がしつこいですね。岡田と原の場合どうですか。まあいい勝負なんですけどね、まあルックスが違いますね。第2球を投げました。ストライク入ってカウントワンストライクワンボール。星野さんは岡田原とね、セリーグの将来を代表するこのバッターと対戦した時にどうでした。はい、両方ともね、いいんです。ああ、いいですか。まあやはりベテランの意地っていうのがありましたからね、騒がれてきた新人にはね、出せたくないとプロの厳しさを教えてやるという気持ちでやりましたからね。第3球送りました。ボールカウント1円です。ルックスが違うと言われましたが、そのルックスによってですね、はい、投げにくいっていうのはやっぱりあるんですか。これあるんですね。岡田の場合はね、何か気合が入らないね。そうですか。かわいい顔してるんですよね。かわいいというか、ユニークな顔してるんですよね。はい、ワンツーから投球4球目。第4球投げた、打ち上げました。これ大きい、これ大きい。ホームランだ。見送った、すぐ見送った。入った、ホームラン。今シーズン第5号のホームランが出ました。見事にレフトのスタンドに打ち込んで三塁ベースを回りました。ホームへ向かいました。まず加藤から先制の1点、岡田のホームランでホームイン1対1。